スール朝とは、1539年から1555年の間にかけて、北、インドを支配した、インドの王朝である。王朝を創始したのは、ビハール南部を根拠地に置いていたシェールハーム・スーリーである。デリー・スルターン・朝の一つに数える研究者もいる。シェールシャー1539年12月、シェールシャーは、ムガル帝国、第二代皇帝であるフマーユーンを撃破し、北。 インドにおける真のスルターンであると宣言し、不足意した。王朝の名前は、自らが所属するアフガン系の部族名に由来する。初代スルターンであるシエールシャーは、後のムガル帝国で体制されていく地租制度、軍事制度といった重要な施策を行った。地租の現金の上の改正、地租のための測量の実施、ケミ法の導入などである。また、 現在では、ユネスコの世界遺産に登録されているロータスフォートをパンジャーブ地方に建設することで、中央アジアからの遊牧民族侵入の備えとした。これらの改革によりスール町は全盛期を迎えたが、シェールシャーは1545年5月22日に不慮の死を遂げてしまった。シェールシャーの後を継いだ息子のイスラームシャーは、 父の意志を受け継いで王朝の改革を推し進めたが、父と違って最地に欠けており、王朝は混乱した。1554年にイスラームシャーが死去すると、その息子のフィールーズシャーが後を継いだが、幼少のために王族内部で内紛が発生し、フィールーズシャーはその内紛で殺害され、王朝は資産分解した。以後、耐えない一族間のスルタンイをめぐる抗争。 1554年に発生した干ばつとそれに伴う飢饉、薬病の蔓延により人身が離れた。1555年7月、カーブルを出発したフマーユーンの手により、デリーが陥落したことをもって王朝は滅亡し、再び北インドはムガル帝国が支配することとなった。ありがとうございます。